ですね。そしたらそれ危ないかもしれない。鉄塔の右肩のところが赤沢城だね。はい、あ、そうなんですか。赤沢城跡だね。うん。あそこだけでこうデジロースタイプになってないから。小笠原な、長秀だか、大殿合戦の時に逃げ込んだところだね。あ、そうですか。それでここで少し持ちこたえていて、これも最後の飛び込んだところだから。で、大井光則だかが、はい、集会に入ってやっと陣を解かれて、それでバンバン越えて松本の方に行ったっていう、そういう応答合戦の時にここへ逃げて、それで、みんな勝ちしたとか、ああいうところは、あれは向こうのね、多分伏瀬神社の辺、こっちの川柳の方のね、川柳の伏瀬神社の辺があれ昔の城跡だって言われて、こっちの応答のエリアはあんなところは大体 沼だと思うんですよ。雇用街にはならないと思うんだよな、あの場所は。応答が応答って地籍あるじゃん。ありましたっけ、ええ、どこでしたっけ、どの辺ですか。旧篠ノ井の、追い分けの若されからちょっと鉄道線路寄りのところ、はい、左あそこにお寺さんあるんですよ、はい、あれをずっと田んぼの中入ってくると大戸って言ってた。あ、そうなんですか。集落があって、それじゃないかって言ってるけど、 あんなとこじゃなくて多分山の際だと思う。あ、そうですよね。そんな大戸の合戦なんてのは金ヶ島合戦よりも前ですね。遡るどのぐらいですか。1400年ですか。じゃあ100年も前ですね、だからその折に最後に小笠原一党がここへお忍びて、で、まあ、ここへ一旦は入ったんだけども、もう、そろそろ危ねって頃、ちょうど、柵の多いな、助け船が。いや、まあ、この辺りは、それなりに、いろいろと、まあ、開発されていたっていうかね。そう。だから、こういう、なんかの本で私読んだんですけどね、要するに、この大きな山があって、で、川のいわゆる左岸は、尾根伝いにずっと、まあ、聖山から始まって、尾根伝いに来るところに人は住んだだろうって言われてるわけです。川っていうのは聖川じゃなくて、聖川ももちろんそうですけども、この井の平だとかですね、この一帯日当たりが良くて温暖な地であって、でなおかつ下へ下れば千曲川で鮭が取れるとか、でこの辺一帯は昔我々も栗拾いにうんと来たけど、栗の木うんとあったんですよ。この鉄塔の横のこの辺行ってものすごく栗の木があって、毎日ってくる栗拾いに来てたんで、結構ね、今登れないような感じですけど、だから篠山遊歩道からちょっと右入ったんです。鮭が取れる、それから鳥が、山鳥とかキジとかが取れる、それからまあ山のものが取れる、だからそう、まあもちろん水がなければいけないんで、水も引けるっていうような場所に多分住んでたと思う。そうですね。だから今一体この平らに住んでるって方がね、おかしいんですよね。一番危険な場所に住まいをかけたというんだけど、まあそれは治水が発達すればね、水を制するものはなんとかで、そうですね。水と自制するのはね。自然のその食料を調達に誠に都合が良くて、特にこっち側の千曲川の左岸で見れば、北東に下ってる尾根っていうのは非常に温暖ないい場所、だから鴨力さんの、まあ小さい峰とか尾根伝いのところにもたくさん人が住んだとか、これも格好のその居住地帯だったみたいです。そうね。中久引郡中郷村って今、荒井に入っちゃったかな、あこらのとこ行くとね、稲荷山神殿ってあるんですよ。でそこ行くとね、やっぱり妙高山のその北東に流れるこういう尾根なんです。でその下にまあ水がよくて、それでまあやっぱり米も作れたらしいな、そこにストーンサークルの公園があるんですよ、稲荷山公園。そこ訪ねて写真撮ってたんですよ。